はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。これね、大機嫌というですね、最近毎日チェックしてるサイトがあるんですけど、これはですね、15日ですねに出た記事でございまして、録音されている、口を慎んでタクシー車内に貼られた壁に乗客は目が点北京という、なんだ、製材録音って書いてありますね。陳コウクカン、あ、そう、あんまり喋んなと。共産党ハオシェイシェイって書いてあります。いやいや、笑うわ。はい、つまりですね、共産党に都合の悪いことは言うなということでね、頼むでということです。ちょっとですね、有料記事なんですが、読みたいと思います。1984の話をしています。ジョージ・オーウェルの小説ですね、ビッグブラザーが支配しているデストピアを描いた全く自由のない世界の話をですね、した後でですね、今の中国ではですね、その1984みたいな世界やということですね。中国が恐るべき監視社会であることは今や周知の事実であるが、それにしても最近国民への監視レベルがここまで来たかと背筋を凍らせるような、ある画像が華人圏の間、華人というのはまあ中国人という意味ですね、まあ外国にいる中国系の人たちなんでしょうね、の間で拡散され物議を醸している。これぞ現実版の1984年だ。そう呼ばれたある画像は、北京でタクシーに乗った乗客が車内の助手席あたりに貼られた一枚の手書きの紙を撮影したもの。そこにはこう書かれていた。システムがあなたの声を録音しているので、余計なおしゃべりはしないでください。中国共産党は素晴らしい、ご協力ありがとうございますということですね。つまりタクシー車内ではもはや自由な発言が許されていない、共産党は素晴らしい以外のことは口にしてはならないと、タクシーの運転手が乗客に張り紙で注意喚起しているのだと。いや、時代は変わりますね。関平さんという方がですね、何かのですね、エッセイかなんかで書いた、コラムかなんかでお書きになったんですけど、あ、本かな、2000年代、胡錦涛の時代っていうのは、まだまだ全然緩くってですね、関平さんは中国に行って、北京の居酒屋でですね、大声で、共産党はバカだからなとかって言って、お話をしてたそうですね、お友達と。こんなことをしてもですね、捕まる可能性はほぼなかったわけであって、今はそんなこと言うたら帰ってこれませんよね。まあ、関平さんなんかもう中国に入国した途端に逮捕されるんちゃうかなと思いますね。だから彼なんかは一切入境できないでしょ。あと日本でですね、中国に厳しいですね、論評をなさっている方も多分誰一人こう、入れない。っていうか、もし入れたら帰ってこれないでしょうね。で、そんな向こうに、こう、中国に入国する勇気のある人なんて誰もいないと思いますよ。私も絶対行きませんもんな。香港さえ行きませんからね。私ぐらいの小物でもですね、心配しなあかんのが今の中国の言論状況ですね。文化大革命初期の1966年8月24日。紅衛兵による凄まじい迫害を受けて殺された作家、老舎。の作品に義国左官 R、 T のですね、シャトーという左官という意味ですね、がある。その中で舞台となる左官の壁に爆弾告知、政治について語るべからずと書かれた紙が貼ってある。それは共産党以前の中華民国時代の北京が舞台である。その左官という人々がお茶を楽しみながら自由に語る場所
に、爆弾告示の紙が貼ってあるということは、つまり皆が政治についてそれだけ遠慮なくおしゃべりしていたからでもあるのだと。それに引き換え今の中国共産党統治下の監視大国はなんと息が詰まることか。同じ北京でも人間の自由という意味では100年前の方がはるかに人間らしい扱いをしていたということは言うまでもない。タクシー車内に離れた紙これもいいのか。はい、それで終わりですね。はい、しかし本当なんでしょうかね、北京のタクシー内の、それいちいちね、人間がですね聞いて判断してるわけではないから、多分 AI みたいなものに聞かせてですね、こいつなんか変なこと言うとんでっていうのはですね、ピックアップ、まあ、一時的には AI で拾ってですね、あとはですね人間がですねそれを見て判断してこいつは捕まえなあかんというやつはですね、すぐにですね、顔なんかで割り出せるんでしょうね。あるいは今中国人ってこう現金使わないでしょ、スマホで払うでしょ。スマホで払ったらそのスマホの持ち主は誰かってすぐわかりますからねつまりですね、もう何から何まで干渉されているのが中国社会ということになります。あいつがどこまでこうタクシー乗り寄ったんやとかで、そうなるわけですね。その時にこんなこと言うとったんやってすぐ逮捕みたいですねいやそんなほんまにもうまあAI が発達すればそういうことも全部可能になりますね。だから中国国内から発信されてるですねメールとか、私もそうですけど、私のこのスマホはですねファーウェイなんですよ。だから私のメールは全て中国政府が読んでる可能性があるんです。別に私のですねメールを読んだところでですね中国のことなんかについてはですねほとんど何も書いていないんでですね、あんま意味はないかと思いますけど、いやあれですねただ私がですねそう、僕のブログには中国のこと書いてあるかな。まあでもこんな YouTube なんかもチェックしようと思う、いくらでもチェックできますからね。それでこいつは適正人物と思われてしまったらですね、中国行った時にガチャンってされてしまうわけですね。いやいやそんなそんな国にね、よく日本人が10万人もよく住んでますよね。なんか超怖いやんそれなんかだからなるべく中国共産党の悪口は言わんようにするんでしょうね、たとえ日本語でも。で日本とのメールのやり取りも当たり障りのない、政治に関しては一切こう触れない、ビジネスに徹したメールのやり取りをなさるんでしょうね。いやそんなほんまに私はそのですね1990年前後にソ連が崩壊した91年なんですけど、正確には崩壊したでしょ。でその前に天安門事件とかあったりしてですね、もうそういうね、ああいうこの1984みたいな世界はですねもう終わったのかなというふうに、自分の中では勝手に仮定してた、まあ、北朝鮮みたいな国ありますけど、ね、あんな特殊ですからね、終わったのかなと思って合点していたのがですね全然違ったということですね今中国はですね猛烈な勢いでですね元のですね文化大革命の時のですね息苦しい世界にですね戻ろうとしているわけですね。いや本当にね日本で良かったと思います私は私みたいな人間がね、それやられるとね、多分ね、もう生きていけないんですよ、きっと。お前黙っとれとか言われても、黙ってられへんもん、みたいな、そういうタイプですからね。だから、いや、それね、いや、タクシーの中でもですね、こう、何言うてるかバレてしまうという。ましてやメールとかね、この YouTube とかもですね、すべてその対象になっているのかもしれませんね。いやいやわ、ほんまに。で、あいつら、あれですからね、国内だけにとどまりませんからね。世界中でそんなことやってますからね。いや、それをすることによって何の意味があるのかと思いますけど。そんなの宣伝も別に、そんなことをしてるよりもですね、国内経済を良くしてあげた方がですね、共産党政権は安泰すると思うんですけどね、まあ、そういう発想にならないし、まあそう簡単でもないですね、経済はね。
はい、てなわけでございまして、ですね、このですね、大紀元ですね、あの有料記事なんですけども、一応ですね、表のページのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。